では中島くん脱いでください。放送では中島に再び思春期を呼び起こした五十嵐アナの家庭科の授業、こちらでは番外編をお楽しみください。脱ぎ方の勉強をしたいと思います。じゃあまず第一関門、針に糸を通してください。今どうだ、マジで針の穴の相当手前を糸が通り過ぎるから当たってグニではなく全然違うところを往復する感じ。その後、五十嵐先生の手助けもあり、なんとか針に糸を通し玉結びを作ることまで成功した中島。そうするとできました。あー、先生できた。先生好きだ。じゃあ今日は雑巾を縫いましょう。はい、実用的な方がいいですからね。はい、はい、一番簡単な波縫いをしましょう。波縫い、はい、こういうことです。で、これを上から見るとこういう点々点になりますね。うん、5ミリぐらいの幅でこの波縫いやってみてください。ため息が出ましたね。このため息はちょっと違う意味でため息。まさかもう一回思春期が来るなんて。これは下まで一気にいくんですよね。はい、そうです。今度はね、今度はまとめて5ミリぐらいでこれぐらいか。はい、はい、そこ注意。針を抜くときはこのままいったら人に刺しちゃうかもしれないですね。なので内側に向けて引っ張りましょう。自分に向けてね。そうです。先生、本当にこれやるって知ってたの？知らなかったです。ちゃんとしてるね、先生。ちゃんとしてるじゃん、先生。ありがとう。マジかよ。俺たち本当すげえ教わってる。さすが五十嵐先生、きっと雑巾の縫い目も綺麗なんでしょうね。で、ちょっと先生のと比べてみて。適当にやっちゃった。今から本気出そう。途中からね。途中から。ここで思春期真っ盛りの中学2年生中島がある作戦を決行。痛い、痛い。大丈夫？痛い、先生。誰か保健員さん。違う、ここでもうバクみたいなシーンじゃん。あんまり衛生的じゃない。ちゃんと消毒した方がいいですね。さすが家庭科の先生だ。そうか、ほんと一生懸命やったんだよな。あ、でもうまいですよ。いやいや、上手上手。うまい方？いいですいいです、頑張りました。あ、よく頑張りました。じゃあ先生見してよ、どうなの。先生本気出す前見してよ。先生本気の前見してよ。あ、いやでも全然全然うまいうまい。ありがとう。いやいや、うまいようまいよ。中島くんは優しいね。そんなことねえよ。全然先生なんかタイプじゃねえし、思ったこと言っただけだし。ありがとう。いいさ、この時間いいな。お願い、オンエアしないでよ。